はい、こんにちは、トシボです。今日はですね、こちらのじゃじゃん荷物が届きましたんで、まあ、開封するだけの動画になるかなと思います。まあ、開封 Vlog ということでやっていきます。それじゃ、はい、まあ、わざわざね開封動画を撮るほどでもないかもしれませんけども、これがですね去年の11月の終わり頃に注文したものがようやく届きまして、でね、もうほんとね1週間前ぐらいにキャンセルしようかな、もうあの入荷がなかなかね未定だったもんでキャンセルしようかと思ってたもんなんですけども、まあキャンセルしようと思った矢先に届いてしまいまして、なんでまああの、まあせっかくなんで開封しようかなという具合です。はい、まあもったいぶるようなものでもないですけども、伝票をついてじゃじゃーん、はい、ダヴィンチダヴィンチリゾルブ10、本当はね17のはずですけど、17と、スピードコントローラー、じゃじゃーん、スピードエディターですねが届きました。もうねこれ本当はねこれ多分バージョンアップで17にできるアップグレード可能なやつだと思うんですけども、届いたのは16ですね。はい、でスピードエディターですよ。でね僕あの編集プレミアなんですよね。なんでまたこれをね一から勉強しないと、ダヴィンチをね勉強しないといけないなっていうのがちょっと、腰の重いとこだったんですけども、でねそれでもう、まあ、入荷遅いしめんどくさいしいいやと思ってキャンセルしようとしてたとこだったわけでございます。はい、じゃあまあねこれもじゃあ一応開封ほどして、いやー使えるのかな、いろいろ心配ですけどね。ピリピリピリ、ででん、おお、こうやって見るとやっぱいいもんですねかっこいい、おお、なんか高級感あります、すごい。で、梱包同梱品はね、まあなんか説明書みたいなもんと、あとはケーブル1本、USB-C ですね、これは USB-C のケーブルです。さすがに高級感あるな。ダヴィンチ使えるのかな。あは、こんな感じですね。あ、すごい。見て見てこれ。勝手に動いちゃう。すごい。ぬるぬるというか、感性聞きまくりですね。あ、なるほど。これは何だろう。メカニカルなのかな。いや使いこなせるといいですけどね。僕はなんといってもね、あの同じブラックマジックのブラックマジックデザインのエイテムミニがね買ったはいいけど全然使いこなせてなくてね、これはねその二の舞にならなきゃいいかなっていう感じです。外装はね結構プラスチックな感じですね。もう割とずっしり重さがあります。裏もねちゃんとゴムで、でちょっとねなんとか使いこなせるように頑張りたいと思います。ちなみにねソフトウェアの方をね開けましたら、じゃじゃん、あのこれねシリアルが書いてある、なんか立派なプラスチックのカード、まあ裏に書いてあるんでお見せできないですけども、とソフトウェアはねダウンロードでいいのにわざわざ SD カードが入ってますね。取れない、 SD カードが折れそうだ、大丈夫か、はあ、取れない、はあ、SD カードが入ってました。何ギガなんだこれ。 16GB です。
あ、もうちょっとせっかくだったら容量を大きくしてくれりゃいいのにな。はい、という感じでね、開けただけの動画になっちゃいましたけども、これからですね、このスピードエディターとダビンチリゾルブの編集ソフトを使ってですね、これから覚えてこの動画をね編集してみたいと思います。公開がいつになることやらって感じですけども、はい、まあ短い動画になると思いますけどね、よろしくお願いします。またチャンネル登録、いいね、評価よろしくお願いします。それじゃあ。